ばい、声が出ない。こんばんは。ゴリラ。やっほー。今日は水曜日、明日は木曜日ということは、明後日は金曜日ということは、明日は水曜日。何を言ってんだか。明日はアイオンシンデレラがありますね。待って、明日は木曜日か。明日水曜日とか言いよった。あれ、なんか結構コメントの時差がすごいですね。あ、サイン来ましたか。よかった、やったー。あ、でも見ました、ツイッターで届いてるのを見ました。はい、ちょっとまあ昨日の夜から元気のなかった小島さんなんですけれども、まあメールでも元気がないことを伝えたと思うんですけど、なんかいろいろまあ考えた結果、私は歌を頑張りたいなと思いまして、思ってます、思いました。私は私が持ってるものは、やっぱり今持ってるものって言ったら歌を歌うことだなってちょっと改めて思ったので、私が今一番何が悔しいかっていうと、まだ歌唱力で結果を残してないなって思って、で結果を残してないんですね。うん、残してないの。なんか私ってやっぱり一番最初に僕隊公演で初日のメンバーに選ばれなくて、なんかその時の悔しさってすごくあったので、やっぱりなんか悔しいことってほんその時はすごく嫌だけど、なんかやっぱりそれが私の中ですごい原動力になってたりするんですね。で、何をなんか次は原動力にすればいいかって考えたら、結果を残してないことをがやっぱり悔しいから、そこを原動力にして、私が次にやらないといけないことは歌のことだったり、そこでもう一つなんか確実に残せるものを作りたいなって思いました。
なんかいつもそのなんかやる気がないとかじゃなくって、やっぱり私でできるかなっていつも不安で、なんか不安からやっぱり一歩踏み出すことが苦手だったんだけど、なんかそんななんか一日ですぐに自信がつくわけじゃないけどないし、なんかいろんな周りの人からなんかいろいろ言われた時にやっぱりいろいろ気にしちゃう性格だから、その一つ一つがねやっぱ気になったり、今私頑張ってるのになんでそういうこと言うんだろうとかさ、やっぱ傷つくこともあるけどあるし、なんかこれから先も絶対いっぱいあると思うんだけど、なんか今はなんかこうそうやって決めたことに対して頑張りたいって思ったから、だから全てが全てうまくいくかどうかは分かんないけど、私は今年の歌唱力とかを頑張りたいですね。頑張ります。だから今はなんか頑張る時ですね。頑張る時だなって思う。いやでもなんか我慢する時って本当にさ、なんかなんかやっぱなんだろうね、なんかうってなる時が来るんだけどね。あとなんか今からやろうとしてることを、なんか例えばさ、なんか今から宿題しようとしてる時にお母さんに宿題はやったのってなんか言われるような感覚に似たようなこともさ、なんか何言ってるかはよくわかんないと思うけど、なんかあるよね。なんかそんな感じでやっぱ頑張ってる時とか今からやろうとしてる時とかに、なんかこう言われるとってなるじゃないですか。今やろうと思ってた。そうだからさ、タイミング悪く、ね、そういうことがこれから先もきっとあるんだと思うけど、もうね気にしないってことは無理だけど、それをまあ乗り越える力をも持てるようになりたいですね。
こんばんは。ありがとう。必ずなれる。ありがとうございます。でもさ、なんでさ、なんかあれなんかな、宿題まあ今はないけど、宿題やろうと思った時に、なんてタイミング悪い時にさ、宿題はやったのって言われたらさ、ってなるんかな。なんでだと思う？ね。なんかさ、ゲーム、なんか私の場合、なんか DS を閉じた時に、閉じて立ち上がった瞬間になんか言われたりするんだよね。言われてたりしてた。今上に上がろうとしてたんだけどなー、みたいな。でも大人になってもさ、この今の世の中でもあるよね。あとさ、あとさ、まあ自分がさ、なんかコンプレックスに思ってることとかさ、どうにかしようって思ってることをさ、なんかこう言われたりするとさ、分かっている。それができたら何も困ることないって思っちゃうんですよね。なんでだろうな。それができないから困っている、私も分かっている、あなたに言われなくても。って思うんだよね。なんでなんだろうな。確かにそれは、確かに正論です。それはでもあなたの考えですよね。私のこと何をがわかるの。何を分かっているの、私の何を、あなたは分かるの。ああ、この世の中。うん、何でだろうね。なんでだろうね。ミュージカル出演してみたいですね。でもこんなさ、こんななんか、こんなセリフないよね、絶対。あなたに私の何がわかるの、言ってみなさい。私が何時に起きたのか、いつ一日の中で一番弱いのか、そして私が洗面所でよくある、よくやる仕草とか、何をあなたは知って
なたは知らないのに知った知っているていで私に話しかけて来ないでくださいしいですね歌う方は楽しいですね。ドゥルルンルンルルルルンルンドゥルルルンルンドゥルルルンルン。雪だるま作ろう雪だるま作ろうドアを開けて一緒に遊ぼうどうして出てこないの前は仲良くしてたのになぜ会えないの雪だるま作ろう大きな雪だるま分かったよー楽しいですね。え、この曲知らないですか？雪だるま作ろう。知らないの？本当に知らないんですか？嘘、アナ雪、雪だるま作ろう知らないの？あ、そうなんや。まあまあいるびっくりした。冗談で言ってるんかと思った。そうなんだ。あのアナと雪の女王の劇中の中に出てくる雪だるま作ろうっていう歌かな、多分タイトル雪だるま作ろう、雪だるま作ろう、あ、うん、雪だるま作ろう。知ってなんか、生まれてない？私より年下じゃないですか。じゃあみんな、本当にびっくりした今。そうなんだ。雪だるま作ろう。ドアを開けて。一緒に遊ぼう。どうして出てこないの？
前は仲良くしてたのに、なぜ会えないの。あら、あ、タワーありがとう。雪だるまじゃなくて猫ちゃんが来た。雪だるま作ろう、大きな雪だるま。あっち行ってアナ。わかったよ。雪だるま作ろう、自転車に乗ろう、ずっと一人でいると、か壁の絵とおしゃべりしちゃう。頑張れジャンヌ。寂しい部屋で柱時計見てたりするの。わあ、そうなんだ。あの、アナと雪の女王の雪だるま作ろうっていう歌なんですけど、まあでも確かにこの映画を見てないと確かにわかんないよね。え、じゃああれはわかりますよね。ありのままのはさすがにわかる。それはわかる。へえ。さすがにわかる。え、じゃああれは？教えてよ、何が好きか、サンドイッチ、僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。また揃った。感じていること、考えてること、二人ならば扉開けて扉せるの今。おお、これはあ、でも知ってる人知らない人出てくるか。へえ。生まれて初めて、でもね、私あれが好きですね。レ・ミゼラブルの歌が好きです。あの、待ち続けてるわの曲、あの曲すごい好き。夢破れてか、夢破れて。民衆の歌？それは分かんない。あ、聞いたら分かるかな。
ちゃ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 、こんな歌じゃないかな。ちゃしそうですね。ミュージカル、ミュージカルすごく興味があります。リトルマーメイドとか、トゥルルルントゥントゥルントゥントゥン、レ・ミゼラブルはね、見たことあるよ、見たことあるけど、曲がこの曲しか覚えてない。結構昔に見たから覚えてないですね。ドルルルント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 ン、ドルルルルント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 ン、タタタタラタタタタラタタラタタタラタタラタタタタ。広島でやってるよね、リトルマーメイド。タタ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 タ。素晴らしい素晴らしい、 Under the sea Under the sea、 チャ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 。マーメイド、マーメイド、リトルマーメイド、リトルマーメイドの曲。リトルマーメイドの曲、リトルマーメイド、アイコジミュージカルが見てみたい。でもみんな理解不能になるんじゃない、私のミュージカル。さっきみたいな感じになっちゃうよ。ミュージカル公演でもさ、ゴゴリバー、ゴーゴーリトルシーバースとかさ、なんかそんなんだったんじゃないの、なんか。本当に今の理解を超えたとこにあります。面白い。こんばんは。あれはショーみたいな感じか。そっか、ミュージカルってあれですもんね、なんかセリフとセリフとセリフをなんか言ってたらさ、なんか君って人は本当にわがままな人ね、ズンチャ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 みたいな感じですよね。わがままな人はなんなんかうんとかだよねみたいな。なんかそんな感じですよね、ミュージカル。
私のイメージがこんなんなんだけど突然突然始まる感じだよね、なんかあの歌が。あら、そんなこと言っていいのかしら。ダン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 、私が誰だか分かっているのみたいなそう、世界で活躍するハリウッド女優ダダン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 、こんなんですよね。でもミュージカル、なんかミュージカルってこんなイメージがあります。え、そう、なんかいきなりあのスカーフとかあのサングラスかけてる人が柱のところのセットのところにこうやっていて、そんなんじゃ全然ダメだ、そんなんじゃ全然ダメよとかいきなりさ言い出してさ、そんなんじゃ相手の男の人を自分のものにできないわよ、な、あなたはみたいなあなたは、話は聞かせてもらった、ズンチャ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 、近くで聞いてたら全然ダメじゃないのそんなんじゃ何もできないわよしいです、こういうことやってる時が一番楽しい ギフトありがとう、うーありがとう、急に冷静になっちゃうんだよね。ウエストサイドストーリー見たことない。見てみようかな。落ち込む系？じゃあ私落ち込んだ時ミュージカルにすればいいのかな？このままじゃ私はいずれトロロン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 トロントロン、ダメね、こんなんじゃ私夢も叶えられそうにない、今はただこの場にいるだけで一歩も前に進めない、けど
君どこかで見たことがある気がするんだけど。何？私を知っているの？君の顔を見覚えがあるんだよね。なんて言ったって僕は記憶力がいいからね。私をどこで見たの？どういうミュージカルって感じですよね。誰だ。ふざけすぎ。期待されてないってさ、すっごく楽なんだよね。あいつにはできるようなわけないんだなって言ってさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくてもいい？頑張れって言葉。あ、でもそう考えたらさ、ヘタレたちよってさ、ヘタレたちよってミュージカルっぽくないですか？最近本当にどれだけ頑張っても成果が出ない。もう私頑張らなくていいかな。わー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 、さあヘタレたちよ。何何この音。頑張れーてんてん、トゥ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 バーン、チャララチャチャバーン、チャララチャチャ、トゥン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 、頑張れって言葉、それ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。気になることない。辛くなってしまったら歩けないし、休んだって問題ない。下手だってやるときはやるよ。ドゥルルルドゥーン。カラオケカラオケしろよって感じだよね。カラオケはカラオケしなよ。でもなんかよく考えたらミュージカルっぽい。確かに尊敬するけどさみたいなセリフがあるよね、途中で。そういうのって疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合ドゥドゥドゥン、誰もそれぞれだろう。よく考えたら STU の曲にありました。ってことはさ、ヘタレたちよってさ、なんか劇をやった中でなんか披露するのめちゃめちゃなんかぴったり合いそうじゃないですか。なんかなんか演技の中であったら面白そう。わーWow.
脚本。3周年コンサートでいきなり劇やりだしたらびっくりしますよね。力の入れ具合ドドドドドン。ツアーとかで劇することある？え、そうなんだ。あ、確かにあの船で劇をやってましたね。いいですね。私演技うまいと思いますか？どうですか？今のところ今のところあの私の演技どうですか？うまい？本当に？いけるの？鼻飴？ああ、鼻だれとなんか混じった。ん？鼻、あ、そっか、鼻飴か。ん？花嫁は。ああ、本当だね、鼻飴だ。本当だ。そういえばなんかね、私のお母さんも DVD 買ってくれたんだよね。忘れてないよ。忘れてるわけないじゃないですか。私が初めて舞台に出たことなんですから。マネネは見てます。あの私のマネネはあのアリちゃんさんと同じマネネなんですね。実はそれであの演技のことはねすごく褒めてくれる。あのあの鬼のマネ、鬼のマネね。鬼マネ、鬼マネさん、同じ鬼マネさんなんですよ。でも優しいですよ。あのね、すごい私の演技はね、すごく良かったって言ってくれる。うん、ちゃんと見てくださってます。でも私はあの問題児じゃないので、あの怒られることは本当に今まで一回もないですね。怒られたことは一回もありません。
私はあのそうですね、あでもあうん怒られたことはない、うん、いつもなんかあの大丈夫って言われる、言われる、小島、あ小島なら大丈夫って言われるそうなんかいつもあのスタッフさんとかとかあのでなんかこう私がそのなんかこう何かするってなった時に、ああじゃあ小島がいるから、ああまあそんななんかすごいことにはならないでしょうみたいな感じに言われる時がある。でも問題児じゃないから私はそうですね、うん、自分ではなんか信頼は置かれてるとは思ってる。優等生でもみんなそんななんかみんなルール守ってるからそれ誰が誰とかじゃないですよたぶん私がなんかスタッフさんから見られてる印象は、うん、結構言われたことはなんかやってくれるみたいな感じなのかな、どうなんだろう、なんか面白いってたまに言われる、小島面白いよねってたまに言われる。なんか普通にしてたらなんかすごいなんかお姉さんって感じだけど、なんかたまになんか変なことするよねって言われるああそうですかとか言ってああそうなんですか、うん、結構事務所とかでねえあのね、でもあの事務所とかにいた時あのいろんな方と話すのすごく好きなんですよね私。いつもあのパソコン開いてこうマネージャーさんとかがこういろいろお仕事されてるんですけど、なんかそのなんか脇というか裾じゃない部屋のなんかスペースでなんかちょっとなんかだらけるじゃないけど、なんていうのかな、雑談っていうのかな、なんかそういうの結構部屋の袖とは言わないか、なんか空いてるところでスタッフさんがいたらなんか地味に話すことが多いかもしれない。それがね、好きですね。
なんかあのメンバーの中でやっぱ私ね結構ねあの年上の方とかすごくなんか合うんですよね。年上の方とかなんか今までその子供の時もやっぱ上にお姉ちゃんいたからお姉ちゃんについていくことも多かったからやっぱ年上の人となんか接するのってすごくなんか私も気持ちが楽で、でやっぱりスタッフさんにはあの年上の方が多いのでよくなんか落ち着きたい時に話してる世間話がね楽しいです何の話？もうめちゃめちゃくだらない話ですよ。もうなんか最近ちょっとあの甘いものにハマっちゃいましてねみたいなとか言うんですよ。最近ちょっとよくないんですけど甘いものにハマっちゃいましてとか言ってそうなんですよ。甘いもの好きですか？って言ってなんかそんな感じですよ。好きですもう本当にねあの全然お仕事の話とかじゃない。もうなんか寒すぎてなんか寒すぎてもう無理ですねとか言ってもう私もここから一歩も動けなさそうですとか言ってはい、そういう話をしてます。楽しい。世間話、私すごく好きですよ。すごく好き。その雰囲気を味わいたい方は話し会に。違う。もう言いづらくなったじゃないですか。ちょっと私のお話し会に来てくださいねっていうのが、なんかもう言いづらくなった。まあ違うくもないけどさ、違うくもないです。本当に違う。もうそこにつなげたかったわけじゃないの。No. No. ちゃうねん。もう最近だって言ってないじゃないですか私っていうことなのでとか言ってお話し会来てくださいねとかそういう流れ最近言ってないじゃないですかいやでも本当によろしくお願いします。何日だっけ11月20日と25日のあの2時間その2時間を私は完売させたくて、はい、もうすぐ明日で第4次再販が終わるんですよ。いや違う、お話し会の話につなげようとしてない。大丈夫、もうそこまで全部が全部考えてない。No. もう私何言ってもそうなっちゃうじゃないですか。振りじゃない。
よろしくお願いします。違う時間買っちゃいました。ありがとう。でも買ってくれてありがとう皆さん、本当に。いつもありがとうございます。町内放送が私の町にも流れるんですよね。明日は東京です。東京次何時、何時受付だろう。キャラアニ STU STU オリエ、あ、5時受付。再燃時見たいですね。確かに。渋谷に見に行きたいです。明後日見に行けるかもしれん。見に行けんかな。見に行けたらいいけど。どういうことだ？どういうことだ？どういうことですか？何を？あ、ごめんなさい、独り言です。ごめん、完全に独り言。違う、何にも関係ない、独り言、独り言で、ふん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 、
終着駅には僕以外いなかった。最初の反抗は空気がすがすがしい。お父さんね、独り言で語るくらいならが一番好きらしいなんでって聞いたら、なんかメロディーが好きって言ってた。だから私のお父さんと気が合いますよ、独り言が好きな人あ、違う、なんか歌詞が、なんか歌詞がいいって言ってた歌詞がいいって言ってた。なんかいつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗ったふん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 、行き先は知らない、最初の反抗がは空気がすがすがしい。なんかあのね、一人ごとで語るくらいならば黙ったまま何かしよう。なんかどこだったっけ、なんかどこがか好きって言ってた。あとあれも好きらしい、あの船から降りた僕たちは、今までの僕じゃない、なんか生まれ変わりたいのかな生まれ変わる、ちゃ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 、僕も見たこと、なんか何か変えたいんですかね、なんかなんかさ、共通点があるといえば船から降りた僕たちは独り言で語るくらいなら、なんか歌詞の共通点ってさ、なんかこう、なんかこう現状を変えたいっていう、なんか現状を変えたい、私と同じじゃない現状を変えたいっていうさ、そういう心理が出てるの、あるのかな生まれ変わる、僕も見たことがない新しい世界へ、初めての微笑みを君に送ろう、また会えたら運命を信じるよ。てってって、だそうです、だそうです。私のお父さんはもう考えられ、私のこの性格からは考えられないぐらい、あのスーパーポジティブ、スーパーベリーベリー超ド級激ヤバポジティブなので、もう全部多分あの私はお父さんに持っていかれましたなんかそれはあのめっちゃお姉ちゃんにあの受け継いだポジティブ、激ヤバスーパースなんて言った、スーパーえスーパーベリーベリー超ド級激ヤバポジティブ、私のお父さんは、うん、それはね、あのお姉ちゃんにね受け継いだよね私には残らなかったね。
全然ネガティブじゃない、なんかもう全部を前向きに捉えるから すごいよ本当に。なんか伸びしろがあるみたいな、なんかいつもなんかそういう風に思ってるなんか絶対、はい、絶対いける、絶対もうこれはもういけるみたいな感じで、ダメだったとしてもはい次次みたいな、はい次次、はい次行きましょうみたいな感じえやばーみたいな思うよね、本当に面白いぐらいポジティブなんですよねびっくりする。いやでもね本当に物は考えようだなって思う。なんか、うん、お父さんとかのなんか話を聞いてたらなんか不可能なものはないって思ってしまうよね待ってタワーのお礼をしてなかった。正義末の人間さん、ありがとうにゃん。パパ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 。はい。じゃあ行きますよ。人間さん、ありがとうにゃん。にゃんにゃん、ありがとうにゃん。なんか座ってたらさ、お腹から声が出ないよね。今までの僕じゃない。触ってたら声出しにくいよね。今までの僕じゃない生まれ変わる。これポンポンプリンですよ。怒ってるでしょ。超かわいい。パーリン、パーリン、風林火山。え、あ、プリン。私プリンがつくもの好きなのかな。プリン、プリンも歌が得意だね。あ、ほんとやね、かわいいねほんとや、プリンも好きや歌が。でもなんか
プリンの あれなんですよね。プリンってさ、あの歌が好きで歌が上手 でそれを聞いたらみんなあの寝てしまうんですよね。でそれを寝てしまってるみんなを見て、なんか退屈だから寝てるって勘違いして怒るらしいんですよね、プリンは。勘違いして怒るんだって。なんか聞き心地がいいからなんか眠っちゃうのに、なんかみんなが寝ちゃうからプワーってなるんだらしい。超可愛いんだけど。愛しい。めっちゃ可愛い。プーパルルル。なんか仲間かもしれない私たち。私たち仲間だね。かわっちい。私ペンライトカラーさ、あの紫と白に変えようかなって思ってるんだけど、どうかな。なんかね、あのすごく私のね、あのオレンジと紫ね、あれなんですよ、いいんだけど紫と白、誕生日迎えた後は紫と白にしようかなって考えてるの。なんか、見つけにくいわけじゃないの。オレンジももちろん好きなんだけどね。なんか紫と白にしたくて。今のところ紫と白っていないかな。そうなんや、白電池の減りが早い。あ、やよちゃんって紫と白だったんですか。そうなんだ。そうなんや、ちょっと見てみよう。
みんな、え、かぶってないなかったらそうしようかなって思ってるんですよね。なんかさ、ペンライトカラーを変えた人って何人かいるよね。あ、さやかりん変えたよね。そうだよね。ああ、紫にするか。紫か紫白。あ、沖さんか。三色はさすがに持ってるとみんながきつくなるかなと思って。じゃあ紫白。ゾロ持ち。こうなっちゃうもんね、三色。それはちょっとさすがにきついと思うので今紫と白いないか。口でこうですか。それ見る、その光景見るのちょっとなんか。こういうことですよね。それかこうやって持つか。ちょっとそれは厳しいので3色はやめます。うん、おでこに挟む。どうやっておでこに挟むの。そうですね、今年はオレンジ紫でいきたいと思う。ん、オレンジ紫か、オレンジ紫でいきたいと思う。オレンジも紫もね、どっちも好きな色で、どっちもね、本当に好きな色なんです。本当に好きな色なのけど、なんか理由があるといえば、まあまあまあ、いずれ言いたいと思います。違うよ、オレンジに飽きたわけじゃないの。オレンジを残そうかなとも思ったんだけど、ちゃいますね。今年はオレンジ紫、次は紫白にしようかなって思っているいます。紫の発色が難しい。紫の発色、
紫の発色。そう、あの生誕祭前には買えないようにはしようと思ってる。うん、あの生誕祭とかが終わって、今年が今年もどうもありがとうございましたってあのなってから にしようかなと思います。新年度、新たに2023、どうも2023です。2023なのね。2022はどこに行ったの？2022はもうここでみんなとお別れするんだ。あとは2023についていけばいいよ。どうして？どうして？理由は言えないんだ。2023についていけばきっとわかる。2023、どうして2022は言ってしまったの？あ、またちょっとふざけちゃった。で、はい、2023からです。2023から青白にしようかなと思います。紫色部。あ、いいじゃないですか。そうですか、どうですか。はい、こんな感じです。紫色、綺麗。紫白のペンライト、あ、でもこんな感じなのかな。ああ、乃木坂さんっぽい、確かにね。これとか、ああ、このサイトじゃないよ。なんでー、なんでー、どうしてー、なんでー。ピンクと白、ピンクと白っていますか。
ピンクと白、なんかピンクと白の子がいたらなんかあれだけどね、ちょっと混ざりそうだけど。いないならそうしようかなって思ってるんだけど、どうかな。あ、マイハさん、マイハさん、でも私の決意は結構固いんだよね。決意は固め。いい感じ。アイコジの好きな色に合わせる。ありがとう、嬉しい。なので来年からは紫白で行こうかなと 98% 思ってます福袋に白単色、お、じゃあちょうどいいじゃないですか。おお これもいい写真ですね。つけやすい。そう、なんかオレンジもすごい好きなんですね。何回も言えるけど、まあオレンジも好きなんですけど、まあこれはちょっといずれ言うんですけど、まああの来年ちょっと心機一転してみようかなと思ってます。ちょっとあのあれですね、運営さんとかマネージャーさんに相談して、帰れたら
そうしたいと思います。帰れなかったら私の気持ち 98% はまあ、どっか行っちゃうことになりますね。へい、へいへい、ロロ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 、あれもう1時間半やってる、早い。もう今日が終わる、怖い。もう今日はほとんど考え事してたからな、ずーっとなんかいろいろ考えてたから、なんかずっと悩んでたから今日一日でも明日はこの気持ちを持ち越さないように明日は頑張ります。色の変更の話はでも別に全然渋ることないんだけどね。なんか普通にオレンジも好きなんだけど、なんか心機一転したいっていうのがすごくありました。うん、どっちかを、どっちも好きだから変えなくてもいいかなって思ったけど、今年12月で25歳になって、でそれでなんか今年のこのこれからの、もう来年になっちゃうけど23年の1年は本当に私はなんかこう今までの3年間のとはまた違う自分でありたいなって思って、結構勝負の1年だと思ってるから、来年は変えたくて、そこでペンライトを変えるっていうのもちょっと悩んだんだけど、でも新たにちょっと新たな自分になりたくて、そうなんです。なんか来年2023は勝負の年にしたい、頑張りたい。私もそんな、なんかなんやろ、あんまりほら学生のメンバーとかでもないからさ、私は入ったのがすごく21とかで遅め、ちょっと遅めにはなるからさ、でもそれで、まあ、今2回も選抜に選んでいただいて、でもやっぱまだ私が達成してないこととかっていうのはいっぱいあるし、もちろんその歌唱力だとか、まあ一番大きな、自分の中で大きなのは歌唱力なんだけど、でもまあ歌唱力以外にもこれからも選抜に選んでいただきたいなと
思います。思ってるし、やっぱ入ったのがちょっと遅めだったのもあるから、4年目は人よりたくさん頑張らないといけないっていうのもあるし、他のメンバーよりもしかしたら残された時間が少ないかもしれないから、だから、今年はまだあと3ヶ月くらい、もう3ヶ月もないか、くらいしかないから、次の選抜にも入りたいし、歌唱力も頑張りたいし、だからね、勝負の1年にしたいの。みんなついてきてくれますか？ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。みんなが応援してくれたこの3年間を無駄にしないように、もっと頑張っていけるようにみんながいつも支えてくれるから私も頑張れるので、応援してくれるから私も頑張れるので、皆さんも良かったらこれからも応援してください。皆さんも後悔しないように押してください。私も後悔しないように頑張ります。ってことで今日はこれで終わりたいと思います。13位小地里さん、12位ズーミンさん、11位あおちさん、10位ひげめがねさん、9位ちばにゃんさん、8位カタカナのタカさん、7位プリズムさん、6位シロフクロウさん、5位ウミガメさん、4位クジマサさん、3位ピクリンさん、2位は新一郎さん、そして1位は世紀末の人間さん、ありがとうございました。明日はフェス頑張ります。
やすみ。バイバーイ。